カツオを美味しく食べるにはこれ。カツオのたたきを切り分けます。4ミリ厚に切り分けます。実はどんな刺身に作っても本作はうまい。カツオだし、みりん、醤油を合わせて火にかけます。沸いたら火を止め粗熱を取ります。バットにタレを流し入れて刺身を入れて10分浸します。途中で表裏を返します。 OK、 汁気を切って刺身をご飯の上に並べます。生姜の千切り、漬けダレを回しかけて刻みのりを散らしてネギを振ります。昨日の味かけ、おいしい。